さて皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井勇気です。今日ご紹介するのはちょっと最近ねちっちゃい車多かったのでこうやって見るとすごい迫力あります、キャデラックのフルサイズ SUV のエスカレードです。いやめちゃめちゃかっこいい、久しぶりに乗ります、すごい楽しみです。今日はインテリア、エクステリア、それから使い勝手、気になる後部座席なんかをお届けしてまいりたいと思います。どうぞですねチャンネル登録、高評価で応援してください、よろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。気になるエクステリアじっくり見ていきたいと思います。もうねエスカレードもアメリカンラグジュアリーのトップと言われるぐらいの車ですけれども、このですね大型のグリルがもうまずギランギランなんですけれどもね、こういうの見るとアルファードベルファイアもよーなるほどこっち系統かっていうねこのデザインの系譜が知れたりもしますけれども、押し出し感がやっぱ半端ないです。いい意味でカビというかねドヤ感があるのがこのアメリカ車の特徴なんですけれども、やっぱりエスカレードとまでなるとですね、顧客リストがもう半端ないんですって、超桁違いのセレブというわけで、そのアメリカンセレブのこうドヤ感というかね、ほらアメリカ人とかって収入隠さないじゃないですか、でむしろなんかたくさん稼いだ人をアメリカンドリームみたいな感じでねこう崇拝するみたいな、文化もありますので、まあこれあとトランプ大統領来た時にね護衛者にもなってましたけれども、まあかなりすごいです。でちょっと西部警察の曲と一緒にですねこのトランプ大統領が走っているこのエスカレードでっていう映像をですねたまに見るんですけど、すっごい笑えるのでそれまた見てみてください。貼れるかな、貼っときます。はい、そしてこの縦型のですねこの5連の LED のこのユニット、これすっごくないですか、もうギランギランなんですけれども、その下にですねこのようにですねポジションランプも入りまして、まあ、それぞれのユニットが非常にいい輝きがあるのでもう宝石みたい、ジュエリーみたいになっています。このですね車体に対して縦方向ですね、垂直方向にこういうふうにこう衣装が入っているっていうのがこのキャデラック新時代のカーデザインなんだそうです。まあとはいえ本当にね私の顔ぐらいあるんじゃないかと思うぐらい顔以上に大きいですよね。このライト本当にキラキラして所有欲も満たされるんじゃないかというふうにも思います。はい、そしてですね、まあ、こう下のですねこの辺ですね、この辺にもねしっかりとこうメタルの装飾が入っていて、まあ縦方向のこの縦方向のねデザインもすごくいいんですけれども、しっかりと横方向にもですねこうデザインの幅が取られていて、画角いっぱいに張り出したようなこうグッとこうねこうグッと張り出したような、そんな感じに見えるのもこのエスカレード特徴なんじゃないかなと思います。本当にサイズ感を感じます。はい、そしてそのサイズ感といえばやっぱすごいのがぐるっと回りますね、いいなっかみたいなこのサイズにいつもびっくりしちゃうんですけれども、本当にこうたっぷりしてますよね。オイルベースも長ければもう何がすごいってフロントオーバーハングよりもリアのオーバーハングすごくないですか。これは何が一体あそこに入るのっていうね、この辺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 ちょっとこう積載量をね外からも感じさせるというか、まあこの中にリッチなハリウッドガイがキュートなカリフォルニアガールをこう横に乗せてドライブなんかしてるのかなみたいなことを考えさせられる、発想がかなり単純すぎますけれども、まあ、そんな感じにも見えます。で、まあ、サイドから見るとねライン構成意外とシンプルですね、綺麗な横のショルダーラインにですね下に1本シュッと線が入っているだけというかなりシンプルなデザイン構成になっています。フロントのギラギラした感じと対照的に、まあ、横はシンプルながらにこのでっかいタイヤホイールが入っているというのもポイントだと思います。はい、これですよ、じゃじゃん、なんとタイヤサイズ22インチ、ね、28545の22インチ、もうあんまり聞いたことのないサイズですけれども、まあ、アメリカ車とかは、ね、この22インチっていうサイズをかなり使います、まあ、でもちょっと、ね、厚みもあるタイヤで意外と乗り心地は見るからに悪い感じではないのかなというのも感じさせますね。タイヤハウスの、ね、隙間もかなり広いのでサスペンションストロークも割とありそうです。もう22インチってもうママチャリより大きいやんと思っちゃうんですけど、ほら、はい、こんな感じです。もう足回りが、しかもね下のアルミにもですね結構こうメタルのギラッとした装飾が使われていて、これもねアメリカンらしいホイールですよね。こういうアルミホイール大好きです、実は。はい、車体の横にもですねエスカレードという文字が入っています。でも何気にすごいのがここなんですけど、ちょっと見ててくださいね。はい、
こんな風にピョンってステップが出てきます。で閉めると、まあちょっとある程度の時間を置いて収納されるという感じになっているんですけど、これが本当に有効で、これがないとね意外と乗れないんですよ、この車すごく腰が高くて。なのでこれものすごく利便性高いです。こういうのもね、まあ、さすがセレブリティのための車って感じしますよね。非常に良きです。かなり堅牢です。はい、そしてリアビュー見ていきたいと思います。ここもねすごいんですけど、この長さですよ。この長いリアコンビライトが本当にすごいんですけど、これはもう視認性にもかなり貢献してますし、ほらすごくないですか、このライトの長さ。いや、キャデラックですみたいな、後ろから見てもキャデラックですみたいな。結構ね、このリアクォーターの斜め後ろ方向にもね、ちょっとこうライト部分が張り出しているので、広い範囲の人にこの辺、しっかり視認性が高そうです。そういうところもですね、安全も実はしっかり考えられているのかなという感じもします。まあアメリカはね、日本以上に車社会ですから、まあこういうところもしかしたらすごくね神経質なのかもしれません。はい、そして、リアに回ってみると、はい、こんな感じです。で、まあ、上の方にもね、この辺ですね、この辺にも、はい、ちゃんとですねブレーキランプがつくよというところもあります。そしてもうこのロゴがですね、すごい、もうこんだけ空間あったらこんなにちっちゃく見えちゃうんですけど、実はめちゃめちゃこのロゴも大きいんですけれどもね、すごい腰高だし、めちゃめちゃサイズあるし、私この上で寝れるんじゃないか、こう縦に寝れんじゃないかと思うぐらいのサイズでございます。はい、そして、反対側にぐるっと回ってみましょう。そうするとこんな感じになります。いや、すごい。はい、それではラゲージルーム見てみたいと思います。お、ここだった、手すりみたいなのがちゃんとある。はい、かなりですね大きく開きます。あ、こういう風に、ね、なってるんですね。意外とない、このオーバーハング分しか本当になかったです。ちょっと見てみましょうね。はい、こんな感じで、もうこんなです。もうちょっとしかスペースがないんですが、ここにいろいろスイッチがあるので、ちょっと触ってみたいと思います。まずこれ何、あ、なんとこれを押すと2列目シートが倒れました。そしてこれ倒してみますね。これはだいたい予想できるよね。あ、違う、はっ、倒れましたね、倒れましただけじゃなく、起きます、起きますよ。めちゃ便利。ここにね、これがあるのとないのは全然違うんですよ。大きい車はね、体をこう入れなければいけないので、倒すときにここでできるのはすごいね。あ、でここにちゃんとこうシガーソケットもあり、これもなんかフックかけれるようになってますね。でこの下は、あ、あ、すごい無造作に入ってるけど、リア席用のヘッドフォンがありました。そう、これね、エンターテインメントシステムついてるので、リア席にヘッドフォンがあるんですよ。しかも2個、キャデラックマーク付き、めっちゃ可愛い。これだけでも欲しいね。素敵ですよね。こういうのもね、やっぱミュージシャンとかもこの車非常に愛好家多いので、私昔サファリっていう雑誌でですね、セレブの愛車パッパラッチっていう連載を3年間やってて、セレブのですねカーライフを3年間追っかけてたんですけれども、本当にこのキャデラックはね、アメリカンセレブはね愛好家が非常に多いんですよ。もう女優さんもそうだし、ミュージシャンもそうだし、うん、R&B とかでもね、ラッパーさんとかも非常に多いです。なのでこういうのはこうちょっとこう心くすぐるポイントなんじゃないでしょうかね。へー、しまっておこう。あとはまあちょっとしたこういう書類関係とか、はい、それからですね、キーが入った
箱とか、まあ、こういうのがここにしまえますということです。まあ、こういう小物系をしまえるエリアがあるっていうのは意外と嬉しいポイントだと思います。で、真ん中のシートは、あっ、ねえ、これすごい。はい、まずゼロ地点からいきましょうよ。この状態です。3列目も2列目も立ってる状態からいきます。いきますよ。倒れる、倒れますよね。まあ、この空間だけでもすごい。私のベッドよりももう広いんじゃないか。まあ、それぐらい、そんなことないね。そんなことないけど、まあまあ広いじゃないですか。2列目ご覧ください。いきますよ。倒れましたね。はい、倒れました。まあ、ここはまあいい。これはまだわかる。フォールディングします。見ました。いきますよ。右側、上に上がるんですよ。だからこれ上げると、こう例えばね、ここをこう一番後部座席を上げると、もうパーティールームじゃない。で、このホールディングした状態から元に戻そうと思うと、そこからは手動になります。ただ超軽いです。もう女性でも全然大丈夫。私も、はい、行くよ。カチャンカチャン、片手で OK です。はい、行きます。カチャンカチャン。はい、というわけでラゲッジルームがね、意外と、まあ、まあ腰が高いので、まあ、小柄な方はここまで荷物を上げるのが大変かもしれないんですけれども、スペース的には、まあ、本当引っ越しできるぐらいのスペースがあるんですね。これをまあ趣味にですね、またあとこう VIP 送迎車としてもかなり多彩に使えそうな気がしています。こう無駄にこうやりたくなりますよね。これすごい簡単だし、すごい速い。へー、はい、インテリアです。圧倒、圧巻、全然違うんですよ。欧州車とも違うし、もちろん日本車とも違うし、そのラグジュアリーに関する考え方、やっぱこう私キャデラック乗るといつも感激するんですけれども、本当にね、あの大陸またぐとラグジュアリーとかそのリッチとかに対する考え方が本当にゴロッと変わるんだなっていうことをすごく実感するんですよね。ただやっぱりこう美しいものっていう意味ではその共通していて、まあ、例えばですね、もう全て手の触れるとこ全部にレザーが張り巡らされて、でこの色のこのトロッとした色のね、ベージュとかもね、これも本当にあの私エスカレードでは絶対自分が買うとしたらこの色買っちゃうだろうなって思うぐらいに、非常にこう素敵な色ではあるんですけれども、この素敵な色が本当にいろんなところに、あらゆるところに張り巡らされている。それから天井はアルカンターラでございます。バックスキンがもう全部に貼られてるんですよ。ここまで、サンバイザーまで、もうサンバイザーのこう女優ミラーはライト二等式です。もう本当女優ですねこれね。でこのサイズの、まあ、ミラーがついてるっていうのもちょっとアメリカっぽいし、ステアリングももちろん革張りで、非常にこうあの、ね、手触りがこれ伝わるかな、本当にね、とろーっとさらーっとしてるんですよね。あー、気持ちいい。これで寝たい。はい、それでは改めて運転席見てみたいと思います。まあ、こんな感じです。もう非常にドアの内張りまで、そしてシートまで素敵ですよね。これよくね見るとシートもほらちょっとパンチがこうグラデーションみたいになっていて、ヘッドレストのところはね非常に細かい細工がされています。で、まあ規則的にパンチがあるのが背面で、まあ、これベンチレーションも入っているので、まあ、そのためというのもあるんですと、座面もこんな風に細かいパンチが入っているんですけれども、ステッチもね、それからシートのその一個一個のこうキルティングも非常に凝ってます。はい、そしてですね、スピーカーも同じ色に染められているというのも面白いです。これ坊主入ってますね。はい、そしてですね、このようにインパネの方に回ってくると一番メインになる画面なんですけれども、まあ、あの上にいい画面があって、まあ、これはですね、まあ、メディアであったりとか、まあ、それからラジオであったりとか、まあ、こういうふうに表示されますし、まあ、それからまあナビゲーションシステムもちゃんとあります。で、あのアシスタンス系もね、さすがのこうアメリカとはいえですね、アメ車とはいえ、ちゃんとなされているのが最近の世代でして、
て、まあ、その辺もこの辺で選べたりもします。これはまあレーンキープだったりとか、まあ、それからこれ あれですね、クリアランスソナーだったりとか、はい、それのオンオフを選べるという感じですね。はい、これがその左右についています。結構ねボリュームがあるんですけれども、こういうところについてるの珍しいですよね。はい、でモード、あ、そうか、そういうことか。これドライブモードでした。しかもこれを選ぶとここが変わる。これをねこのトントンと押すとほら、あ、こっちも連動してるんですね。これはちょっとこう仕様にいいコツがいるというか、まあ、他の車では割とこうねこの辺だったりとか、あとシフトノブ周りに組み込まれていることが多いので、まあ、ちょっとこう珍しいなという感じもします。はい、っていうかね、私さっきからナビを出したいんだけどナビが出てこないんですよね。これはなんとこれ押すとグローブボックスが、今ガチャって言いましたけど、グローブボックスが、冷蔵庫ついてる、ほら、はあ、わあ、ひぃひぃ、燃費悪そうこの車とか言っちゃったわお、ワオでした。さ、そして、まあ、ここにはですね、なんとこれ非接触充電、これ地位に結構昔からキャデラックすごい早かったです、この非接触充電採用されてまして、ここに携帯を置くと充電されます。私今ちょっと iPhone で撮っているので、ちょっとこれiPhone 置けないんですけれども置くこともできます。あ、なるほど、ありました、ここですね。これこのスイッチがほら冷蔵庫スイッチだ。でこれを押すと開けるとガチャン、この中が冷蔵庫になるんですわ。まだ冷えてないけど、あ、冷えてる、冷えてきた、冷えてきた。ここになんかねその冷えるユニットがこうつぶつぶってあるんですけど、こっから冷えますね。でよく聞くとウィーンってウィーンって聞こえてます。聞こえるかな、聞こえないよね。お嬢様どうぞっつって後ろにね、こっからドリンク出していくわけね。ヒヒー、わーおーマーベラス、テンション上がりました、すごい、やってよかった今日の取材。はい、ということでちょっとデーム燃料もったいないので庶民的でしょ、燃料もったいないので切りますけれども、ここに冷蔵庫がちゃんとあります。これもう最高のデートカーですね。てか最高のファミリーカーかもしれません。あら、素敵です。さあ、そして、まあ、これね、ちゃんとこれもほら隠れるようにこう調度品みたいに綺麗になってるんですけれども、はい、隠れるようにもなっていて、でここにほら USB のタイプ A が、はい、ありますので、2個ね、取ることもできます。まあ、そもそもでも携帯電話はここで非接触充電ができるので、まあ、ここからは違 うそのパワーを取るということもできるというのもポイントです。はい、そしてこれは開けると、あ、こっちがドリンクホルダー、ドリンクホルダーも保冷みたいになってるですよ。これキャデラック昔あれですよね、アスカレード、ここが冷えたりとかする機能ありましたね。それは今回ないのかしら。これ押すともしかしてなったりして、まあ、V クラスとかはね、これ自体、このユニット自体が冷えてこう保冷するっていう、あったかくもできるっていうねユニットありましたけれども、まあ、そうじゃなくてこう冷蔵庫をこう採用したということなのかもしれません。はい、そして、はい、あ、これかな、これはホームでしょ。あ、はい、なりました。こうホームキーを押すと、これもちょっとねクリック感面白いんですけれども、まあ、いろいろこうエアコンだったりとか、まあ、ビデオ、まあ、ビデオが後ろについてるんですけれども、エンターテインメントシステムだったりとか、まあ、それからこう SMS を、これはペアリングすると SMS がもしかしたら見れるってことなのかしら、ね、携帯を接続すると、アメリカではこの SMS とか、まあ、ショートメッセージを車と連動させて自動音声認識と英語がすごく相性がいいので、ほぼ車を運転しながら、もう車運転する人のかなりの割合、もう 90% 近くがですね、この音声によるメールの送信っていうのを行っているっていうデータがあるそうなんですね。まあ、これは坊主さんに聞いたんですけれども、そういう、SMS っていうのがここに入ってるってことはね、その本国のそういう、こうユーザビリティに引っ張られてっていうことはあるのかもしれないです。で、まあ、これは、まあ、日本人はこうね、日本語とねこう
これちょっと話長くなっちゃうんですけど、日本語と音声認識っていうのはちょっとかなりね、相性が悪いので、こう進化にはねすごく時間がかかりそうな気がします。はい、というわけで、まあオーディオだったりとかビデオだったり、まあそういうことも選べたりしますし、まあ鉱石のエアコンっていうのをここで、ちょっとこう調整できたりもするみたいです。はい、そしてもう一回押すと、これか、ん違う、あ、もう一回押すと、はい、このように、はい、ナビになります。はい、このナビはまあまあちょっとこう日本でね簡易的についているナビということもありまして、まあちょっと使用感に、ちょっとこう好みが分かれそうな感じでもありますけれども、まあな、この辺のこう造形が綺麗なのでその辺は勘弁してくださいということですかね。で CD とかもここに入るっていう感じです。はい、でさっき走行ボードの切り替えボタンがここですよっていうのをお話ししましたけれども、大概はシフトノブの根元についていることが多いので、なんでここかなと思ったらこれなんですよ。でこれがコラムシフトになっているんですよね。ちょっとこうブレーキかけてやってみますけれども、はい、これで、まあドライブに入ったということになります。まあこれパーキングで、まあこうリバースで、ニュートラル、ニュートラル、ドライブと、でまあローということになるんですけれども、これは慣れます。正直私結構この形式嫌いじゃなくて、もうガシャってやるやつね、昔のタクシーとか、これ今でもねタクシーさんこれ使ってるのありますよね。でまあこういう、まあコラムシフトを採用というのを見ると、もうこれもアメリカ車だなと私は思ってしまうわけですよ。でこのコラムシフトのてっぺんにこう何がついてるかっていうと、これ押すといきますよ、はい、牽引モードなんですよね。なんで、まあ、これで例えば、まあ、ジェットとか、まあ、あとキャンピングカーとか引っ張って、キャンプに行く人が非常に多いということだと思うんですけれども、これを押すと牽引モードになります。はい、まあ、日本ではあんまり使わないかもしれないですけれども、まあ、こういうモードもついているので、そういうレジャーが大好きな人はね、ぜひ、こちらの方を使っていただきたいなというふうに思います。まあ、牽引するとですね、重いものを引っ張らなければいけないので、まあ、ちょっとローギア側に車のですねバートレーのマップが変わったりとか、そして、まあ、この辺ですね、これはヘッドアップディスプレイだったりとか、ヘッドアップディスプレイがちょっとこう 見えないかもね、ついてるんですけれども、まあ、ヘッドアップディスプレイの高さとかそういうのを調整するものです。で、まあ、インフォなんですけども、これも表示する内容をね変えられるというものではあります。見えないんですけどね、ここにちょっと実はガラスのところにねディスプレイが出てるんですけれども、こういうところを選べるというものではあります。もちろん目視はちゃんとできるので、カメラで映ってないだけなので、サイドが悪いということではありません。はい、そしてメーターの中なんですけれども、こんな風になっています。もう今この世代あれですね、キャデラックもフルデジタルになってるんですね。非常に美しいです。この左右がですね、右メーター、真ん中メーター、左メーターっていうのはこの左右のボタンで変えられて、でそれをこう上下していくといろいろインフォメーションが変わっていくという感じになります。はい、でまあある程度こういうふうにね、まあ曲を FM の曲を変えられたりとかするのもここでできますし、で真ん中にするとこうメーターが、はい、ちょっとこういろいろメーターの真ん中に、こう速度計が、デジタル速度計が入るとか、まあ、そういうのも変えられるみたい。これ針にするか、それからこう通信するかとか、そういうのもできそうです。であとはまあスポーツモードで色変わるとか、そんな感じですかね。でこっち左側なんですけども、ここにはですね、まあトリップかとか、あと航続可能距離ね、500キロも走れちゃうんですね、この大きい車なのに、 V8 エンジンですけれども、でまあオイルのライフとかですね、あとまあ空気圧、でそれからまあ平均燃費なんかもこの中でこうね触れます。たまにさ、こういう車、大きい車乗ってると、私 V8 とか乗るとすごい燃費が気になって、このこういうのすごい見ちゃうんですけど、はい、このようにですね、いろいろとこうインフォメーションはこう右手側で変えられるというのもあります。はい、そして、まあ、この辺はアシスタンス系ですね。こういうのがこう、これはクルコンのセットとかいうのもこの中で使えます。まあもちろんステアリングヒーターついていたりとか、まあ、そういうこともできるという感じですね。でもうこっちにもボタンがいろいろあるんですけど、これライト系ですね。あとこれ四駆のこう、まあ日頃はまあ肉にしといて、まあ、それからまあフルタイムの四駆にしたりとか、まあ、こういうね、こう四駆の、はい、システムを切り替えることもできて、まあ、これ切り替えるとですね、ちゃんと、はい、このようにこう四駆システム切り替え中というね、案内も出てきますので、まあ、日頃まあオートでいいんじゃないかなというふうには思いますね。さあというわけでですね、こんな感じです。まあ、こっちのドアパネルで見ると分かるんですけど、ここに目定が入って本当にビューティフル、
はい、さらにですね、ちょっとこう上見るとなんと、まあ屋根が開きます。また摩天楼感がありますね、これね。はい、でこれを開けるだけじゃなくて、あ、開いてる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 し、はい、まあガラスだけをこうね閉めることもできるし、またはい、これではい、チルトすることもね、はい、できます。そしてミラーはですね、やはり3列目まであってかなり後ろが遠いので、まあ、視認性を上げるためにデジタルがついてますけれども、もちろんこう物理のこうミラーに変えることも可能です。はい、はい、ちょっと GoPro に変えましたけれども、2列目シートなんですけれども、非常にですねいろんなものがついてて使えるかなと思うぐらいです。これちなみに天井のエンタメシステムなんですけど、プッシュして、あ、手で開けるの、あ、こんな感じでですね、後部座席にエンターテインメントシステムがついています。でここにね、いろんなこうボタンがあって、 USB がもうこんなに、これですね、ほら HDMI、 スマホとかに入ってるデータを見れるやつですよね。でこれがあるということはですよ、あれじゃないですか、 YouTube 見れるんじゃないですか。じゃあ今井勇気の試乗しましょう。ぜひこれを買った方は見てください。で、まあまあ USB があって、まああとこれあれですね、イヤホンジャックのやつですねがあって、まあいろいろあってちょっとよくわかんないという感じですけど、はい、そして足元に、お、ここにはちゃんとですね、シガーソケットもあり、出たアメリカンコンセントがありますよ。あ、シャンって言ってうるさかったですね。あ、アメリカン系のコンセントもありますよ。これもしかしたら縦にしたら日本のものももしかしたら対応できるかもしれないです。グローバルジャックになってる可能性が高いです。ちょっと後で試してみますね。はい、という感じでございます。 GoPro と実際に乗ってみるとこんな感じです。意外とですよ、思ったほどめちゃめちゃ広くないんですよね。膝前とかもこれぐらいなんだ、車格からするとって思うんですけど、その理由としてはもうやっぱボンネットがめちゃめちゃ大きいっていうのと、それから内装のね、このインパネ周りのボリュームがものすごいあるっていうので、結構全席にスペースが取られてるような、そんな感じです。だからまあちょっとアメリカンセレブリティの考え方としては想像ですけど、全席がやっぱりファーストクラスなんですね。なんで、まあ、後席にはまあ子供であったりとか、まあ、それから家族であったりを乗せるんだけれども、あくまで主役は自分っていうね。アメリカンセレブはもうみんなもロールスロイスもキャディラックもみんなほぼ自分で今は運転するので、こういうことかっていう感じ。後部座席は、まあ、あくまでもパッセンジャーのため、欧州もそうなんですけれども、よくあるんだけれども、子供はエコノミーで、親だけビジネスとかね、もう自分は自分、乗りたいなら自分で稼ぎなさいみたいなね、メイクモアマネーみたいなことを、やっぱりこう教育としてするんですけれども、日本みたいに後部座席が全てですみたいな考え方じゃないのかもしれない、まあ、これ推測ですけれども、それを感じさせるような内装だなって思いました。ただじゃあ居心地悪いのかっていうと、いやもう最高ですまずこのカップルディスタンスがものすごい担保されているので、もうまさにこうやってこう2人でお話しするっていう、こうちょっとアメリカンな感じの、そのディスタンスの取り方というかね、ソーシャルディスタンスですよねへえ、こういう感じなんですね。それでは3列目にちょっとこう、ね、アクセスしてみたいと思いますけれども、3列目になるとさらにこうちょっとこう簡易的な感じになっていて、もう本当にここもほらちょっとこう盛り上がっていて、ピクニックみたいにお囲えていくと、はい、こんな感じです。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。っていう感じで、これ真ん中か。シートベルトはしっかりね、後ろ3席分までついてはいますけれども、はい、こんな感じになっていて、足も見て、ちょっとこう、めくりますけど、こんな感じでもう折れ曲がっちゃってて、座面にはもうついていない状況です。なのでゆったり落ち着けるようなシートで、まあ、逆に体育座りみたいな感じでこうねポツンって落ち着く感じは
逆にあるけど、まあ、これ狙ってないと思うので、本当にこれはもう非常用というかエマージェンシーなのかなという感じはします。あ、ただこういうことはできる。お、あのさっき後部座席からお見せしたホールディングはこの、あの3列目のシートからアクセスできるスイッチであるので、後ろに座ってこうやってこう足を伸ばすことは全然可能です。へえ、それだったらもうちょっと3列目こうリッチなシートつけてもいいんだけどなって思っちゃうぐらいの面白いですね。なんかへえ、そうなんだ。あ、ここシガーソケットちゃんとありますね。まあ、あのカップホルダーもあって、うん、そうなんですね。ちょっとこういろいろ考え方が違って面白いなという感じはします。はい、というわけで今日はこちらキャデラックのフルサイズ SUV エスカレードのインテリア、エクステリア、それから使い勝手なんかをご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。これを買える人はかなり限られた、まあ、あの駐車場もそうですしね、人だと思いますけれども、ぜひですねこの車もアメリカンラグジュアリーの全てが詰まっています。チェックしてみてください。それではチャンネル登録、高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。